どうも、ゆうじです。今回はですね、この僕の普段使ってるバックパック、カバンの中身の紹介していこうと思います。誰のカバンの中身紹介してんねんって感じかもしれないけど、まあ興味ある方は見ていってください。今日紹介する中身に関しては、外でまあ作業する時に大体持っていく中身になると思うので、まあ興味ある方は最後まで見ていってもらえるとありがたいです。このバッグ自体の紹介は別の動画でしてるんで、よければそっちを見てもらえるとありがたいです。では早速行ってみましょう。どんな感じでちょっと紹介するかまだ迷ってるんですけど、まあちょっと紹介していきつつ、どんどんカバンの方に入れていこうかなと思ってます。じゃあまず入れていくカバンですね。入れていくカバンなんですけど、カバンがこいつ、ウェクスレイっていうところのバックパックなんですけど、多分まあ見たことはあるかなと思うんですけど、よく広告とか提供品でレビューしてる方結構いっぱいいる印象なんですけど、僕はこれは自腹で購入して約5年ほど使ってるバックパックになります。ここがね、ちょっとコーティングされたような質感になっててですね、僕はこの見た目が結構好きでこれを使ってます。背負った時のねサイズ感とかフォルムとかも結構いい感じなんで、まあ詳しくは別の動画で使用感のレビューしてると思うんで、そっち見てください。じゃあ今からこいつにどんどん詰めていこうかなと思います。まずはこの辺ですね。この辺の細かいガジェット系のやつをどんどんポーチに入れていきたいんで、まずこのポーチの紹介ですね。こちらのポーチが無印良品のガジェットポーチになります。これもね別の動画で詳しく解説してるんで、そちらを見ていただけたらいいんですけど、僕個人的にガジェットポーチを今まで持ったことがなくてっていうか、ずっとね何にするか迷ってて、 Amazon とかでもね結構見漁ってたんですけど、結局行き着いたのがこの無印良品のガジェットポーチに行き着きました。これね990円でね、めちゃめちゃ使い勝手いいんで結構おすすめです。じゃあこいつに細々したものをどんどん詰めていきます。まずはじゃあ電源アダプターにしましょうか。こちらが電源アダプターですね。僕は CIO のこの電源アダプターを使ってます。これもめちゃくちゃレビューしてる人多いんで、もう詳しくはしないですけど、これだけコンパクトで、プラグもこんな感じで折りたたみ可能で、これで 65W に対応してるんで、僕の持っている MacBook も充電できると、USB-C のポートが2つついてて、 USB-A が1つついてる感じのコンパクトな充電器です。はい、こちら CIO の充電器です。はい、こいつ入れて、次もこれでいこうか。次も CIO のモバイルバッテリーですね。こっちはモバイルバッテリーです。 CIO の、スマートコビープロモバイルバッテリーですね。これも定番ですね。もうめちゃくちゃレビューしてる人います。こんだけコンパクトで、これは1万ミリアンペアですね。容量が1万ミリアンペアあるので、大容量かつ高速な充電に対応している感じのモバイルバッテリーになります。ここで残量が LED 表示されるのが結構お気に入りのポイントです。わかりやすいですよね。 USB-C のポート1つと、後ろには USB-A のポートが1つついている感じのモバイルバッテリーです。これ CIO ですね。はい、こっち入れて、はい、次はじゃあケーブルいきましょうか。ケーブル、これが、こっちはねアンカーのシリコンケーブルですね。これはライトニングです。 iPhone 充電する用のケーブルです。シリコンのケーブルになってるんで、かなりサラサラで絡まることはまずないですし、高速で充電できるんで、これをずっと使ってます。これはアンカーのシリコンケーブルです。こんな感じです。でこっち入れて、でもう一個ケーブルですね。もう一個ケーブルが、こっちは USB-C のケーブルになります。こっちはさっきの充電器とかと同じ CIO のシリコンケーブルになってます。これタイプ C なんですけど、片一方がこんな感じで L 字になってるんで、充電するときに結構この L 字が役立ってくれるんで、カフェとか狭いスペースだとね結構役立つんで、この L 字のシリコンケーブル使ってます。こっちは CIO の L 字型のシリコンケーブルです。でこっち入れて、これいきましょうか。これは有線イヤホンですね。これは動画編集するときにしか使わないんですけど、動画編集するときは一応有線のイヤホン使ってます。これはねファイナルの何だったかな、 E2000、3000、4000、5000とかその辺の、また概要欄に載せときますけど忘れました今は。でこれは有線イヤホンですね。ただの、ちなみに紹介していくと、このケーブルまとめているクリップはなんかレザーのクリップなんですけど、これね Amazon でなんか10何個か入って結構安かったんですよ。1000円とかしない、500円ぐらいだった気がするんですよね。これも概要欄にあれば載せとくんでチェックしてみてください。入れまして、で次は
この辺にしましょうか。次はこいつですね。ストレージです。外部ストレージの SSD ですね。サンディスクの SSD です。ポータブル SSD です。僕はこのサンディスクのものを使ってます。これは 1TB ですね。 1TB これをずっと使ってます。はい、このセットですね。こっちに入れて、次がこちらが SD カードリーダーですね。 SD カードリーダー、これがですね、ユーグリーンっていうところの SD カードリーダーですね。これが UHS2 にも対応しているカードリーダーになるんで、SD カードからね、パソコンにデータを移すときにかなり高速で移せるんで、これを使ってます。ユーグリーンの SD カードリーダーです。はい、これもここに入れまして、これですね、これだ。これはエレコムのクリーニングクロスです。これも定番ちゃ定番かな。好きな知ってる方は知ってるでしょうけど、めちゃめちゃ強力な液晶画面クリーナーになります。こんな感じで肝素材でですね、指紋汚れとかマジで一瞬で取れるんで、これはね、本当1人1枚2枚ぐらい持っといてもいいと思います。僕はね、2枚持ってます。この小さいのと、もうちょっと大きいの家に置いてる感じです。僕はこのサイズで S サイズですね。エレコムのクリーニングクロス、これおすすめです。これをこんな感じで折りたたんで、ここに入れていると。このポーチに入れるものはこれで以上になりますね。とここに置いときまして、次はこれにしますか。これは SD カードケースです。はい、こんな感じで中に SD カードが入ってます。今ちょっと撮影で2枚カメラに入れてるんでないですけど、こんな感じで指の SD カードとかこの中に入れてます。これはね、多分 Amazon で500円はさすがにないか、1000円いかないぐらいの SD カードケースです。で、ちょっと一旦カバンに入れますと。じゃあちょっとここに入れていきます。ガジェットポーチはここですね、ここに入れてます。 SD カードケースは、持ち歩いたり持ち歩かなかったりするんですけど、だいたいこの背面のここに直接ぶち込んでますね、僕は。はい、感じです。どうしようかな、次はこれ。じゃあこれにしましょうか。これバックハンガーです。クリッパー、これも有名でしょ。クリッパーっていうバックハンガーになります。荷物置きとかないときに、床に荷物置きたくないときに、こいつでバッグにかけて机にこうやってかけとくっていう感じのバックハンガーです。これもずっと使ってます。これをもうここにつけている感じですね、ここに。はい、じゃあ次はパソコン、 MacBook ですね。僕が使ってるのは M1 の MacBook Air ですね。もうこれも結構前ですね、もう3年ぐらい経つんですか、発売されてから。これを僕は今ずっと使ってます。でも新しいのは欲しいと思ってます。お金がありません。スペックはね、16の 1TB ですね、中身は、スペック的には。で、この裏には、マジックスタンドですね。こういう感じのマジックスタンド取り付けてます。これつけることによって高さが出て、視線が上がるので首が疲れにくくなったりするんで、結構おすすめです。このマジックスタンド背面につけて使ってますと。これめちゃめちゃ薄いんで、ほぼつけてないのと同じぐらいなんで、これはね、全 Mac ユーザーは使ってほしいですね。はい、こんな感じのパソコンです。こいつを直しますよと。パソコンはもうここの PC スリーブに直接入れてます。カバーとか何もせずにここに打ち込んでる感じですね。起毛素材なんで、直接入れても全然傷つかない感じになってます。なので僕はここに直接パソコン入れてます。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、はい、パソコンはここに入れてますと。次はじゃあマウス、ここに置いてるマウスですね。ロジクールの MX-ERGO っていうマウスになります。僕はね、普通にトラックパッドでまあできるんですけど、このマウスを買ってから、ずっとこれですね。これがないとちょっとやっていけないぐらいにはなってます。こんな感じでトラックボールで操作する感じのマウスになってます。親指でこういう感じですね、こういう感じで操作していく感じのマウスです。ボタンにね、いろいろカスタマイズして割り振ったりして、いろいろ編集作業とかできるんで、僕はこれがないとちょっと作業効率が落ちる感じになってます。なので普段からこれは持ち歩いてます。で、マウスは僕は外側に入れてることが多いかな。あんまり決まってないけど、だいたいここに入れてます。はい、こんな感じですね。こっちですね、 iPad、はい、これが iPad mini ですね。 iPad mini 6かな、6になりますね。 iPad mini 6に Moft の、スタンドを取り付けてます。とあとは Apple Pencil ですね、ここにつけてる感じです。まあ、軽いメモとか、今日は何でしょう、なんかコンテンツの消費とかするときにこれ結構使ってます。これね、まあなくてもいいんじゃないかって思うんですけど、あればねかなり便利なんで、 iPad は。なので僕は普段から持ち歩いてます。 iPad mini 6です。はい、
こいつはケースとか何もしてないんですけど、ここの背面のメッシュのポケットの部分に入れてます。こんな感じで iPad mini はここに入れてることが多いです。はい、こんな感じですね。この辺に行きますか。この辺、これがですね、これはフィルター関係ですね。カメラのフィルター関係です。レンズの前につける、保護フィルターとかミストフィルターとか、あとはまあ ND フィルターですね。 ND フィルターとか入ってます。これをまあ使うか使わないかってところなんですけど、僕は一応カバンに入れてます。こいつはこの外側ですね、僕が入れてる外側にこのフィルターのケースっていうのをここに入れてます。同じくここにあったのが、カメラの予備のバッテリーです。僕はソニーのカメラ使ってるんで、それの純正の予備バッテリーが2つです。2つですね。これを僕はこの中のこっちのポケットに入れていることが多いです。はい、ちなみに中には予備のマスクと、あとはなんか薬とか入ってますね。薬入ってるポーチ入れてましたわ、そういえば。バンドエールとかセイロガンとか、まあ、頭痛や痛み止めとか入っているポーチも入ってましたね。これはずっとここに入れてました。はい、ここにバッテリー入れてます。だいぶ減ってきたところで、なんかここにずっとあるこいつですね。これがね、携帯用のアルコール除菌のなんかスプレー、なんかスプレーですね。こういう感じでプシュプシュって出る、ほぼ使わないですけど一応念のために入れてます。ウッドナイトって書いてますね。まだ概要欄に載せておきます。アルコール除菌、これもこの背面のところに、雑に入れてます。ガサッと。で、次はこれにしますか。これ、財布ですね。財布、財布は僕はこの、マルジェラのなんていうのかな、カードケースみたいな、フラグメントケースっていうのかな、多分マルジェラのこんなコンパクトな財布を使ってます。こんな感じですね。こいつは、バッグの背面ですね、ここのポケットに入れてます。この右側に当たる部分ですね、こっちに財布を入れてます。このバッグの右側の部分はスキミング防止のなんか素材が使われてて、まあ、スキミングを防止できますよっていう防犯対策もできてる右側のポケットにマルジェラの、財布入れてますと。で、そのままこれですね。次はキーケース。これがキーケースなんですけど、オービットキーっていうところのキーケースになってます。鍵ですね。鍵はカバンのこっちですね、こっち側のポケット、こっちにもあるんでここに入れてます。だいぶ減ってきましたと。次ここ行きますか。ここはこいつらがイソップのハンドクリーム、青いやつと、あと香水ですね。マルジェラのレプリカの香水になってます。何だったっけ、レイジーサンデーモーニングでしたっけの香水、このちっちゃいタイプの香水をこの2つですね。こいつらもこの右側に入れてますね。鍵と同じところに僕はガサッと入れてます。はい、あ、そうだ、ここにもね、このカバン、ちっちゃいポケットがあるんで、僕はここには、リップクリームですね。リップクリームと目薬とか入れてること多いです。今ちょっとここに入ってなかったんですけど、そんな感じですね。で、あとは折りたたみの傘ですね。あそこの折りたたみの傘、ここですね。ここに僕は入れちゃってます。ここね、多分ペットボトルとか入れる箇所だと思うんですけど、ここにこんな感じで入れてます。ちょうどね、ここ入れたら僕のサイズだと閉まるんで、こんな感じで僕のやつだとちょうど閉まるんで、ここに折りたたみ傘入れてます。あとはね、これにプラスでカメラが入ります。今撮影で使ってるんですけど、このカメラをね、この中に直接入れてます。僕はどこに入れてるかって言ったら、もう僕はね結構雑なんで、ここもだいぶスペースあるんで、この中にガバッとカメラを入れてることが多いです。まあ持たない時もあるっちゃあるんですけど、カメラを持ち歩く時はここにそのままガバッと入れちゃってる感じになります。別でね、カメラバッグもあるんですけど、このまあ Mac とか、まあ、ちょっと作業する時にはこっちのカバンの方が僕は使いやすいんで、結構こっち使うことが多いです。本当に撮影だけの時はカメラバッグ別で使うんですけど、まあ、日常で使う時はこっちのバッグに直接ここにカメラ入れちゃってることが結構多いです。そんな感じでしょうか。はい、こんな感じでまあ全部入っちゃう感じですね。
はい、そんな感じでバッグの中身紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。特に何の変哲もないアラサー男子のカバンの中身だったんですけど、なんか参考になったもんとかありましたかね。参考になったもんなんて一つもないでしょう。今回紹介したものとか全部この中に入るんで、このバッグ自体も結構5年ほど使ってて気に入ってるんで、まあ詳しくは別の動画で紹介してるんで、このバッグもチェックしてみてください。で、紹介したものとかね、全部概要欄にリンク貼ってるんで、気になったものがあればそちらからチェックしてみてください。はい、そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。何か参考になったよとか良かったよって方は、いいねとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。